いや、ちょっとしっかりとね、え、メイン、いや、メインじゃない、サブ、サブだけど、なんだろう、動画とかであんま言ってなかったんですけど、うん、僕毎日走ってるじゃないですか。うん、なんか目標がないなっていうことに気づいて、あー、その日々走るっていうその日常の中で、そう、走ってる人になっちゃったの俺、多分ね。うん、で東京マラソンに出ようかなと思います。やめな、マジっすか。どう思った佐々木。え、ふざけてんじゃない。ふざけてねえよ。マジで出んだよ。マジで出んの。 42.195 キロ。あれすごい大変らしいですよ。2017年2月ですね。うん、残り181日。マジ、マジ。おもろいかなと思って、ちゃんと走ったら、寄付先がね、いろいろあって、まあスポーツとかね、学びとか紛争地域とか、絶対に無駄に使われないわけですよ。うん、まあ東京都がやってるやつだからね、これね。そうで、この10万円別に貯めて、だって残り180日あるから、それ貯めるのって意外とできると思うんだよ。10万円、180日か、まあまあまあできるな、うん、でかつ自分で走ったらすごい得なんじゃないかと思って、うん、やろうかと思います。ちゃんと鍛えて、で1個ちょっと怖いことがあって、膝僕壊してるんですよ。うん、膝上げよっか。痛風の膝いりません。でも毎日重い、もう軽っと思うよ。いつも重いよって言った時に、カンタの上半身軽っってなるよ、俺の膝。確かに。いや、僕中学高校とバスケ部だったんですよ。うん、で中学の時キャプテンで、うん、高校の頃副キャプテンだったんですけど、引退試合前にどっちも膝怪我しちゃってんの。そうだよね、半月板損傷、半月板も損傷しちゃってんのよね、両方。しかも相手のファールとかもなんか不良の事故で、中学の時に関しては最後の引退試合僕出れなかったんですよ、うん、そのそれで高校でバスケやらないでくださいって言われたんだけど、うん、できたわけ。やって、うん、できたんじゃないけど、やったんだよ。そしたら右じゃなくて今度左をね、かばっちゃうからね。いやでもこれはもう本当に不良の事故で、こっちもやっちゃったの。やっちゃって、半月板で損傷したら治んないんじゃない。治んないらしい。いや治んないじゃん。両方とも半月板損傷して、うん、均等になったから、うん、なるほどな。ちゃんとやるから俺、その無茶で明日急に 42.1 キロ。だからちゃんとそこまで逆算して、しっかりこう走れる、その脚力になって走ると。そう、半月板は弱くても周りの筋肉をちゃんとつければ、うん、大丈夫らしいんだよね。動画に影響出ないんだろうね。全然出ない、出ない、出ない。出ないのも変だけど。これなら1年間休むよ。いやだからなんかちょっと面白いかなと思って、うん、じゃあ寄付して、その寄付のお金を払うことによって、うん、その出場権を得て、じゃあ出場すると。そう、これね、一個怖いのが予定入んないことを願いたいよね。あ、そうじゃん。どうしようもないことってあるじゃん俺。あるあるある、全然書いてないや。2月26だ。え、その時2月26ってないでしょ。だっけ、はい、2月26ってテスト中じゃないよね。違いますよ、全然大丈夫です。だからじゃあ、お前行こう。俺らは見ようと思えば俺見れるぞっていうことにもなるわけでしょ。え、なんか日程とかのテレビで中継してるじゃないですか。うん、それにカンタさん映ってたら面白くないですか。面白いな。なんかやってほしいけどね。企画？うん、え、そりゃそうだよ。おい、お前それは違うだろ。これが企画だろ。ちゃんとそれ用の体にしていくんだよ。あ、それまでね、しっかりね、うん、膝さえ良ければ多分全然走ることはできるはずだから。だって20キロ走ってることはあるもんね。20キロ走ってることあるよ。足切りがあるんだよ。だから足切りなんてのもんはもう絶対引っかかんないのほしいし、ね、制限時間10キロを1時間40分、うん、10キロ1時間40分ですか。うん、でも最初の10キロだったら別に、普通に10キロ走る分には別にそんなきつくはないよね。そう、だから全体の最初の10キロは俺多分50分でいけるんだけど、うん、そっからが多分普通にきついんだよね。いや10キロ、うん、俺も走ったことあるけど、まあ50分はめっちゃ入るけど、まあでも1時間40分に多分引っかかることないよね。しかも2月って結構寒い時期だから。寒いよ。あ、俺いけねえかもな、寒いから。それは頑張ってください。やりますっていうだけの動画です。すいません。じゃあやるらしいので、はい、残り180日みんなで応援しましょう。はい、よろしくお願いします。はい、途中経過でどっかでなんかね、あ、やるやるやる、動画とかサブチャンネル上げれたらいいね。うん、はい、むしろね、今から始める人とも俺同じ位置にいると思うから、
いや、同じだよね。ぜひ、皆さんこれを機に走って、釣り目、うん、もう、俺が出るっつったら、うん、全然走るの付き合いますよって言ってくれたから、うん、いろいろと、トミーとかね、うん、20キロ走って。俺は走んないよ、俺は。いや、たまにたまに。俺は並走するけど、何かで。先に並走してさ。はい、ということで、うん、いや、よろしくお願いします。はい。ということで、サブちゃんでした。はい。